界中で新型コロナウイルスに感染し犠牲になった方々がたくさんいます。日本国内も大変な状況であるにもかかわらず、皆様から温かいお気持ちを添えてご支援いただきましたことに心から重ねて感謝を申し上げます。よろしくお願いします。ありがとうございます。